元久です。皆さんこんにちは、ダディ上田と申します。今日はね、あの 無観客、ライブということで、バンドエイドでお送りする無観客ライブということでですね、無観客やのに お客さんが来てくれとるという、ありがとうございます。今日はね、今コウさんが普段歌わん歌をね、歌われたということでいっぱい持ってきてます。うちにある譜面の半分ぐらい持ってきました。昔歌い歌った曲をね、ちょっと歌ってみたいなと、思いますけれども、昔歌い歌った歌は全部ノートにシャーペンで書いてるんで、字が薄になってほしい、字が細いし、何を書いちゃうかわからんですよね。そんな状況でございますけれども、昔を思い出してですね、ちょっと歌ってみたいなというふうに思います。聴いていただけたらと思います。ダディ上田でございます。来るね、コロナをね、ぶっ飛ばそうということでですね、今日企画をしてくださいました、元気まぐれと代表の片山氏、2人でバンドエイドというね、ユニットを組んでおりますけれども、ロックンロールをやろうと言いながら演歌をやるというね、ちょっと一風変わったですね、バンドエイドでございます。ソロでやらせていただきます。聴いていただけたらと思います。しゃぶりの雨の中で、ダサをさっさとに歩いてた。俺は最後のタバコを今明日に叩きつけた。重くだれこれた暗闇の中、稲妻が俺を突き刺す。半端な俺の覚悟を情け容赦なく吐き、死がない街に生まれて、やっとここまでたどり着き、だけどのろけたこのざまさ、心が寒くて死にそうだ。わけもののように深い傷跡残してくれた。俺は都会の踏切に立ち、錆びたレールの向こうにラブ捨てて聞いた傷口とか、ほら今ぐらい笑ってる。死に至れた街に生まれて、やっとここまでたどり着き、
郎さんのですね、話のまんまでという曲で、僕があのギターを弾き始めて3ヶ月目、今でも忘れませんけど、F のコードが抑えられるようになって、小倉の駅にね路上を出た時にいつもこの歌を歌ってました。自分の、生活と重なるというかね、本当ね裸足でもう何もなかったですけどね、人の友達の家に借りたギターを持って、まだこのチューナーも持ってなかったし、本当どんな場所で歌いに来よったんやろかね、今思えば恥ずかしくなるような、ね、そんな中で、本当にプロのミュージシャンを目指してね、小倉の駅でまだ立って歌うこともできず路上に座って歌ってました。その頃に歌っていた、長渕剛、恋しくて誰かにしがみつき、夜まぶしばかりで飛び出した18の俺、愛はいつも大嘘つきに見えて、知らないうちに月1回やってたんですけど、そこに顔を出すようになった、その日の山のチャリティーライブでいつも歌ってた曲を、じゃあこれね、
せい。ずっと嘘だったんだぜ。どうでも6年も10年も9年ももう夢ばかり見てないけど、ずっと嘘だったんだぜ。それでもいいんだな、本当嘘だったんだぜ。何がこの気持ちに、ずっと嘘だったんだぜ。斉藤和義さんのね、これ YouTube に上げた時すごい話題になってね、そうあの耳コピをしたのを覚えております。斉藤和義さんね、結構影響を受けましたね。彼の曲ね、あの路上でも歌いましたし、ね、本当最近あまり歌うことがなくなったんですけど、いろんな曲をね、歌わせてもらってきております。でさっきね、あのコウさんがあの歌ってましたけど、あの高橋真理子ね、ごめんねってすごい曲やなと思って、今僕あのギター教室に通うんですけど、そこでね今それこそ、リアルタイムで教えてもらえるのがその曲で、ああいい曲歌われるなんてさすがバンドエイドやなというふうに、バンドエイドこれできますんでですね、一緒にレパートリーが1曲増えましたんで、一緒にやっていただけたらと思います。
はい、ということでね、勝手に仕上がれというね、英曲ですね、こういった曲をですね、習っては歌っとるわけなんですけれども、結構ね、本当歌うっていうことはエネルギーをね、本当使うなと思って、さっきコウさんが1週間に1キロずつ増えたっていう手ですけど、僕は多分1週間で1キロ以上増えるんでですね、しっかり歌っていかないで、でも本当ね、このコロナの自粛ということで、先月見たブログにですね、自粛っていう字をちょっと変えて、自分を祝うと書いて自粛って、素晴らしい言葉やなと思ってですね、本当にちょっと考え方を変えるだけで、あ、こんなにも素敵な言葉になるんやなと思ってですね、今日はお祝いでございます。ね、そういった皆さんに、もう本当ね、家におってもうね、もう、ニュース見ても命がぐーっとこの縮まっていく、そんな中で、ね、勇気を出していただきたい、そのね、皆様にお送りする歌はこの曲 100% 勇気。メソメソしてどうしたんだ、太陽みたいに笑う君はどこだい、ウォーウォー、やりたいことやったもんなち青春だ、辛い時はいつだってそばにいるから、つまらないの胸を叩いて冒険しよう、そうさ 100% 勇気、もう頑張るしかないさ、この世界中の元気抱きしめながら、そうさ 100% 勇気、もうやりきるしかない、僕たちが持てる輝き永遠に忘れないでね、ぶつかったり傷ついたりすればいいさ、ハートが燃えているなら後悔しない、ウォーウォー、きっとしてじゃ始まらないこのときめき、君と追いかけてゆける風が好きだよ、昨日は飛べなかった空が、寂しすぎる夜が来たって新しい朝が来るさ、ウォーウォー、そうさ 100% 勇気、もう頑張るしかないさ、この世界中の元気抱きしめながら、そうさ 100%
ございます。100% 勇気ね、NHK でいつもかかる曲なんですけど、ね、忍たま乱太郎でですね、ありがとうございました。ね、また続きはウェブで見ていただきたいと思います。ということでですね、本当このコロナにあたっていろんなところでね、影響が出る、命って大事ないなというふうにも思いますしですね、落ち込んだ心にですね、僕の、ギターのですね、師匠の、バンドの一曲を、聴いていただけたらと思います。泣いたって落ち込んだって、明日には笑えるかもしれん。悲しくて辛くたって、前を向ける気が必ず来るから。君が今まで生きてきた道、楽しいことばかりじゃないだろう。君が抱えてる辛さが、どれほど重いかわからない。だから余計なことは言えないけれど、僕らがついてる。明日には笑えるかもしれない。悲しくて辛くたって、前を向ける気が必ず来るから。抑えきれずに涙が溢れ、散々泣いてもいいか。気持ちが落ち着いたら、大きな空を見上げよう。きっと素敵なことも、君の笑顔も、満ちた瞳じゃぼやけてしまう。明日には笑えるかもしれない。悲しくて辛くたって、前を向ける気が必ず来るから。だって落ち込んだって、明日には笑えるかもしれない。悲しくて辛くたって、前を向ける気が必ず来る。来るんだということでですね、大丈夫という一曲でございます。昔はね、本当朝から晩まで、歌えたこともあるんですけれども、まあね、真面目に仕事もし始めましたし、そこまでね、歌うことがなくなりましてですね、ちょっとずつちょっとずつ変化をして今の自分がおるんやなというふうに思っておる次第でございます。ということでですね、見てくださっている方々ありがとうございます。ね、あとになってまたね、見ていただけたらとも思うんですけれども、本当ね、歌には力がある、いろんなところでね、僕は歌に救われてきたなというふうに思っております。その中でね、そう、自分はこのミュージシャンに出会えてよかったなという、一人のミュージシャン、シオンというですね、山口県出身のミュージシャンがおるんですけども、彼と出会えて本当にね、そこから耳こびをするようになったんですね。潮に出会えてなけには、僕は耳こびをしてなかったなというふうに思います。そのね、潮の山内県のね、代表であります、潮の一曲、大好きな一曲を。
でもできたもんじゃないんだ。こんな俺を恨むかね。車道には誰かが捨てたララバイ溢れてる。誰だって好き好んで傷つけたりはしないさ。痛みと喜びを感じない胸だ。どうしてお前を抱けばいい。優しさに言葉をなくしてしまった俺の夢と引き換えにでもお前が欲しかったのに終わった後でよくあるよ。よくあるようによくある顔だ。ああよくある顔だ。笑っておくれ Sorry baby 誰かさんみたいに伸びてゆく
人でした黄昏に頬染めて膝枕香る風風鈴は子守歌いつだっていつだってあなたがそばにいてくれるだけでそれでよかった曲をちゅうことないね、これ見えんのみたいね、そう見える曲をやるにちょっと外れます、はいはいはい、まあね、こんな感じでねライブをさせてもらってるわけなんですけれども、実は僕シンガーソングライターちゅうことでですね自分の曲がございます、今日はね自分の曲をまだ歌ってないというね中で、もう一曲大好きな一曲をね歌ってみたいと思います。
つ一つ消えてゆく雨の中見つめるたびに悲しくなる。傘もささず二人が待っているわ。さようなら私の恋、思い切り泣いて強く抱かれたいけれど、今の私は遠すぎるあなたが。雨は冷たいけど濡れた額のあなたのぬくもりを流すから。雨は冷たいけど濡れた額の思い出も涙も流すから。私の手を引き寄せ、最後の言葉探してるの。だけど私泣いたりなんかしない。涙は雨のせいよ。思い切り泣いてあなたに抱かれたいけど、何もいらない。このままそばにいて、雨は冷たいけど濡れた額のあなたのぬくもりを流すから。雨は冷たいけど愛の思い出も涙も流すから。思い切り泣いて強く抱かれたけれど、今の私は遠すぎるあなたが。雨は冷たいけど濡れた額のあなたのぬくもりを流すから。雨は冷たいけど愛の思い出も涙も流すから。はい、ね、森高千里さんのね、雨という曲で、森高千里がね、大好きになってからですね、今でもね、50を超えてもべっぴんさんっていうね、すごいなとは思います。まあ、顔いじっとったかもしれないんですけども、あのぐらいピアノでええなとは思いますね。江口洋介が羨ましいということでですね、次はね、ちょっとね、昔の懐かしい曲を、歌っていきたいと思います。いろんなね、方の曲を歌う中で、昔映画で見たエンディングの曲やったかな、それがこの曲で、いつか歌ってみたいなと思って、結構路上で歌っておりました。ええ加減なやつじゃけえ、ほっといてくれんさい。あんたと一緒に泣きとうありません。どこへ行くんで、何かいうことあったんで、好きになったら手紙でも出しんさい。季節もいくつか訪ねてきたのが、
けで人が好き消えて砂漠も砂漠も空に泣かしたんよ人がおるんよね人がそこにおるんよね何かはわからん足りんもんがたけんしてきたも許されることじゃろう何の明日さえ目移りもせんけれど世界が立つやと笑わんと言ってくれ理屈で愛など手にできるもんならばこの身をかけても全てを捨てても幸せになってやる外で見ることもできんやったですし、ね、今ちょうどあのちょっと映ってますけどこれはアジサイになるんかな、時期ですね、これからの時期でございますね、今あのうちの周りはツツジがきれいに咲いておりますけど、ここ数年あの、ね、花をめでるという花をめでれるようになったなというふうにね、本当に人生を送らせてもらったんだというふうに思います。ということでね、ラスト2曲、僕の歌の師匠がおります、津田円蔵という師匠なんですけれども、その津田円蔵師匠がですね、人生で56回ぐらい、引っ越しをされておりまして、数年前大阪に行かれましてですね、その大阪に行った際に、円蔵の大阪節という曲を作られてですね、でそれを歌いよるのを聞いた時に、あ、俺もこの曲を作ろうということでダディ上田としてですね、ダディ上田の下関節という曲を作りました。曲はね、昔の江ノ健さんの曲なんですけど、詞は自分で考えて、いつもライブのね初めにこの曲を歌わせて自己紹介のようなね曲なんですけど、下関生まれの下関育ちということでで
ですね、可愛い嫁ちゃんと可愛い子供たちが4人で、仕事頑張りながらですね、週末はミュージシャンとして歌いに行って小遣いを稼ぐと。でもこのコロナの関係で今はね、歌うことができないということでですね、自粛で、小遣いも自粛という感じになっておりますけれども、この立て歌の下杉節を歌ってみたいと思います。ダイナミックな街だよ下関、大京かわいがもんよ、心臓さんのお膝元、歴代総理の出身地、所管所ならぬ若い田中、ライブをするのは無人駅、ガタゴト電車は三人線、ヒーローちゃんだらきちょんちょんでパイドパイドパイ、パイコットパンダダでフライフライフライ、下関行ったら福差しで毎日増えると思われる、地元じゃ高くて食べられん、死ぬまでに食べれりゃ幸福や、風俗並ぶ駅の裏、飛び込みにさ頬も出れ、パチンコとポテンサー用と日が来よいとがある以上、早計バスは宴会場、ペンを片手にスポーツし穴が開くほど見つめてる、姿は政治家以上に勤勉か、いいのちゃんたらきっととってパイコパイコパイ、バイコとバナナでフライフライフライ、下関で生まれたこの俺はやっぱりこの街大好きで、買い物するから死にもおる、デートに行くならガキのおかん、飲みに行くのは不便だね、姉妹で嫁ちゃんに叱られる、はいどうぞ、ヒーローちゃんだらけ、ちょんちょん、バイコバイコバイ、バイコとバタタでフライフライフライ、ヒーローちゃんだらけ、ちょんちょんでバイコバイコバイ、バイコとバタタでフライフライフライ。ということでですね、ダディウェダの下関節、まだねマスクが2枚届きませんけれども、ね、安倍晋三さんのねお膝元でございます。ね、本当はあの下関と言うたらフグが有名でございますけれども、フグはね、自分の食卓には並んだことがないというですね。で、有名なのはね、そのフグともう一つ駅裏にあります風俗、丸葉通りというところが有名でございましてですね。あとはパチンコに協定ちょっと走ればサインオールがございますというね、そういった下関、大きなデパートが駅前にございます。シーモールと大丸という、元は大英もおったんですけど、大英は撤退していったというですね、そのシーモールがございますけれども、子供の頃から万引きばっかりしてですね、お世話になったシーモールでございます。デートに行くなら海峡館、昔は調布というところにですね、水族館があったのを今移転してですね、今花の町っていうかな、あの辺は、そこにね持ってきて大きな水族館ができて、日本中でもね結構有名になりましたというですね、その水族館にも行きました。下関にタワーができたと、タワーができたら今度文字にも負けちゃおられんということでタワーを作ったというですね、もうちょっとあの関門海峡仲良くできればなっていうね、その橋渡しの役をダディ上田として務めさせてもらっているという形でございます。ということでですね、いつもそうなんですけど、このね、今日ここで歌わせてもらっております、サラサラツヤツヤヘアランド神湯床、
僕の勝手にスポンサーというですね、ふうに言うておりますけれども、この上結床さん、結構ね、いろんな方たちが僕の勝手にスポンサーという形になっております。その勝手にスポンサーさんの歌をですね、少し前に、作りました。で、今からね、この歌を歌ってですね、その僕の代わりに、お店に行っていただこうというですね、僕の同級生が、お店をしております。下関市は赤間町というところで、唐戸なんですけれどもあります。タイトラーメンというですね、ラーメンをやっとってですね、このコロナの影響でお客が困窮というのでですね、ぜひあの皆さん足を運んでいただいて、今テイクアウトでね、新しく、なんかあの持ち帰りを始めましたというふうに、やっておりましたので、ぜひお買い求めに行っていただけたらと思います。ということで、そのタイトラーメンの歌、薄暮れ色地の赤い提灯、それがゆらゆら揺れて揺れて、消毒をしますんでですね、その間しばらくお待ちください。ダディウラでございました。ありがとうございました。